ジョン・ウォーターズは、アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア出身の映画監督、脚本家。過激で下品なコメディで知られており、著作も通して、バッドテイスト文化に大きな影響を与えた。トレードマークのヒゲはつけげである。アメリカのメリーランド州ボルチモアに生まれる。カトリックの経験な家庭で育つが、ゲイであり、10代の頃から問題児として知られ、自宅の社交、 お化け屋敷に改造して小遣いを稼いでいた。17歳の時祖母から8ミリカメラをプレゼントされたのがきっかけで映画制作を始める。ニューヨーク大学の映画学科に進むがマリーファナ所持で方向処分となり帰省する。ドリームランダースという基人仲間たちと一緒に1964年の黒の革ジャケットの女から本格的に映画制作を開始し、 1970年にディヴァイン主演のモンド・トラッシュがカルト的な人気を呼ぶ。その後、女装の回遊ディヴァインを使ってマルチプル・マニアックスやピンク・フラミンゴを発表。特に後者は大成功を収めてカルト・ムービーブームの火付け役となった。1981年のポリエステルからは劇場用映画への進出を遂げる。ヘアスプレーとクライ・ベイビーは メジャーで制作した過去を舞台にした比較的温闘でノスタルジックな映画であり、一般の映画ファンの支持も得た。1994年のシリアルママ以降のウォーターズは過激な作風に戻った。1998年のアイラブ・ペッカーは自伝的な要素を持つ作品である。また、2000年のセシル・ビー・ザ・シネマ・ウォーズは個人的には アート映画愛好家であるウォーターズが当時の映画界のシステムへの怒りを表したものである。著書では裁判傍聴が趣味、殺人犯が描いた絵を集めているなどと個人的な趣味について書いており、こういった思考は多くの追随者を呼んだ。メリーランド州の刑務所では囚人たちに抗議をし、自作を上映したこともある。自身の恥ずかしい趣味としてアート映画隙を上げ、 次のような作品や人物を好きな映画として挙げている。ファンレターはボルチモアにあるアトミックブックスという書店を介して送ることができる。ただし、ウォーターズが定期的に本屋によって集まったファンレターを受け取るという形であるため、ウォーターズが絶対に受け取るという保証はできないという。ありがとうございます。